知床半島初めて来たかと思ったけど、この知床五湖のこの展望台の歩道橋歩いた記憶があるな。多分ちっちゃい頃に家族旅行で来てんだろうな。前にローズ&ロザリーのライブの時に帯広に行ったついでに釧路行って釧路展望台に行きましたけど、大内さんがなんだ思ったより湿原って湿ってないなと思ってすごくがっかりしてましたので、もっと分かりやすいように大内さんが極端に湿らせていただくと彼は喜ぶと思います。やってしまった、クンが。雪がちょっとありますね。周りは火山灰ですね。穴です。生態系が違う。みんな寝てる。おやすみ。ライダーハウス、熊の入った家、1泊1500円。お父さんもお母さんもめっちゃめちゃ優しいぞ。こんな時代だけど旅人が来てくれたらすっごい喜ぶぞ。ぜひみんな来てくれ。貸し切りじゃーい。はい、アスパラの落ちたやん。これはただ飲んでるだけのセイコマの牛乳です。
北海道の牛乳は適当に買ってもものすごい濃い。それがうまいと思うかうまくないと思うかは私次第。おあなた次第だよ。シャリ温泉湯本館舐めてました。北海道で入った温泉で一番いいかもしれん。すごいツルツルになる茶色の謎の泉質なんですけど、こんな素晴らしいお風呂初めて入ったな僕。シャリ温泉やばいな、すごい気持ちいいんですよ。で男風呂の方からなんかずっと声が聞こえてて、あー気持ちいい気持ちいいね、ねエイジ君エイジ君気持ちいいね、あーツルツルエイジ君ツルツルエイジ君ツルツルだね気持ちいいねっていう若い男の人がずっと喋ってて気持ち悪かったですね。